マルソー級戦艦はフランス海軍の全土級戦艦の艦級で三隻が収益した。本級はフランス海軍が自国の沿岸防御のために建造されたクラスである。写真は第一次大戦時のマルソー。手法は一見、砲塔に見えるが基部をキャンバスで覆っただけである。本級の戦隊形状は全級に引き続き、タンブルホーム型の平や甲板型戦隊を 採用しており、大西洋での作戦時でのしのげなみ性を向上させるために還元を高く取られている。干渉水面下に昇格のついた干渉から手法のモデル 1884-34cm ライフル砲を単装式の露砲塔で一機が配置された。その手法の上にオーバーハングするように操舵環境が設けられ、 背後には三段の見張り書を持つ全部ミリタリーマストが一機立てられた。船体中央部の一本煙突の周囲は関西堤置き場となっており、原則甲板上に片弦一機ずつ配置された34センチメートル砲からの爆風から関西堤を守るために爆風よけの覆いが設けられている。脆弱な関西堤を守るための工夫は後の時代に設けられており、 日本海軍の伊勢型にも同じ工夫が見られる。この大いを避けるために関西艇は煙突の左右に一機ずつ設けられたガントリー、式クレームにより運用された。関西艇置き場の後に全部と同じ様式の後部、ミリタリーマストが一機が立てられ、後部甲板上に34センチメートル砲が後ろ向きに一機が配置された。船体の原則には複方の モデル 188414cm 単装砲がケースメート内に単装砲がで片銀8機ずつ計16機が配置された。この武装配置により前後方向に最大で 34cm 砲3門、左右方向に最大で 34cm 砲3チ 14cm 砲8門が試行できた。ネプチューンを描いた絵画。 ありがとうございます。